韓国、南部で3日間で約1000ミリの豪雨。大雨が降った南部地方で被害が続出しているんです。ここ最近本当に世界各地で豪雨による被害が相次いでいるんです。それがお隣の国韓国で起きてしまったんです。子供の日の連休、韓国南部地方を中心に1000ミリに迫る春の雨が降り、全国各地で被害が相次いだんです。雨は8日にようやく晴れる見込みで、追加被害も懸念されているんです。中国でも歴史史上最速で4月に起きた洪水被害で、その後に高速道路で大規模な土砂崩れが発生した事象もあり、雨が止んだ後も警戒が必要なんです。6日韓国気象庁によると、前日南部地方を中心に全国に大雨が降り、チョンナナムドカンヤン市 198.6 ミリとチンド郡 112.8 ミリは5月の1日降水量記録を塗り替え、ワンド 139.9 ミリ、スンチョン154.1 ミリとキョンサンナムドナムヘ 242.1 ミリも5月基準で過去2番目に多い降水量を記録したんです。チェジュドサムカクボンとツツジ畑観測所は4から6日それぞれ980ミリと 962.5 ミリの累積降水量を記録。異例の春の大雨で被害が続出したんです。5日、コソン郡テガミョンでは、70代の住民が大雨で増水した水に流され、6日遺体で発見され、インチョンでも17件の豪雨による被害通報が消防署に受け付けられた模様。最も多くの雨が降ったチェジュでは強風まで吹き、この日1日の航空機運航に支障が生じた模様。5月初めに梅雨のように集中豪雨が降ったのは、南風に乗って雨の燃料になる水蒸気が強く流入したためとされており、朝鮮半島が西海上に接近した低気圧と東に位置した高気圧の間に挟まれ、チェジュ南海岸を通過する南岸低気圧が停滞、通過したんです。昨年の子供の日の連休にも中国中部地方から接近した低気圧の影響でチェジュ南部地方に集中豪雨が降っており、当時5月の全国降水量は 191.3 ミリで過去3位を記録したんです。それから1年ぶりに5月豪雨がまた起きたんです。今回の雨は全国ほとんどの地域で7日まで、カンウォンドヨンドン南部と南部地方は、8日未明まで続く見通しとなっており、気象庁のファンジョン予報官はすでに大雨で地盤が弱くなった状態なので、少ない雨でも追加被害が発生する可能性があると注意を呼びかけていたんです。韓国で集中豪雨が続き、これまでに少なくとも45人が亡くなったり行方不明になっており、特に大雨が襲ったチュンチョンブクドキョン三ブクド地域の人命被害が大きかった模様。冠水したチョンジュ市オソンウプノミヤツボ、クンピョン地下車道と土砂崩れが発生した。慶省北道ヤチョン郡カムチョンミョン、チンピョンリなど5つの地域で行方不明者の捜索が今も続けられており、人命被害はさらに増えるものと見られているんです。中央災難安全対策本部中央対策本部によると、今回の大雨による死亡者は、7日午後9時基準で36人。慶省北道19人、中西北道12人、中西南道4人、セジョン1人となっており。行方不明者は9人、慶省北道8人、プサン1人、負傷者は35人となっている模様。慶省北道地域の行方不明者9人は全員、大規模な土砂崩れが発生した。ポルバンリ、ヒョジャミョン、ペクソンニ、ブンプンミョン、ブンサン、クムゴクリなど5つの地域の住民。釜山の行方不明者は、7日、白山町周辺で行方がわからなくなっている60代女性で、今もまだ見つかっていないんです。そして今回の豪雨災害で問題視されているのが、なぜ車両統制しなかったのかという問題なんです。というのも、地下道で悲劇が多数発生したからなんです。今回の被害者の多くが、地下道で水没してしまい、その結果多くの方が亡くなったからなんです。今回紹介した韓国豪雨と洪水被害についてはほとんど日本では報じられていません。日韓関係による忖度なのか？日本のメディアは一体どうなっているんでしょうか？だから日本は韓国よりもメディアの質が悪いんです。そしてこちらの映像、よく見ると EV と見られる車も流されているんです。この EV が今後どうなるのか、かなり心配です。そしてインチョンの道路を走行していた電気自動車で火災が発生し、車両が全焼したんです。インチョン消防本部によると、5日午後9時48分頃、カンファ郡ハジョムミョン交差点付近の道路で、ヒョンデ車、アイオニック5に火災が発生したという通報があったんです。
この火災で車は全焼し、付近にあった検問所の車両の遮断機も焼けて破損し、運転者は車から降りて人命被害はなかったが、火災で5600万ウォン、約630万円相当の財産被害が発生。運転者から車から突然出火したという通報があり、出動した消防は火災発生から10分後の午後10時1分頃鎮火した。ただ、火が消えた後にも車からは熱が発生し、車両の牽引までにはさらに時間がかかった模様。消防当局は車のバッテリーから出火したとみて正確な火災の原因を調べているんです。原因は今のところ不明となっているんで、この車が今回の豪雨災害と何らかの因果関係があったのかはわかりませんが、アイオニック5が次から次へと炎上をしていることは事実なんです。そしてそんな韓国が、今、世界の多くの研究機関で韓国危機が叫ばれているこの現実をご存知でしょうか。基本的に未来のことは、誰にもわからないということは、確かにある部分を除いては確かなことなんですが、統計データからほぼ正確にわかる未来も実はあるんです。例えば、2024年に生まれた0歳児を仮に10万人として、20年後には20歳の人口が10万人以上になることは絶対にありません。つまり、20年後の20歳の人口は10万人以下になることは 100% 確定の事実なんです。このように各年代のその年の出生率と将来人口を統計的に推測すると、おおよその未来の人口も正確にわかる、これが簡単に言えば、統計データなんです。そして今回明らかになってきたのが、韓国の出生率が再び、過去最低を更新したという事実なんです。韓国統計庁は2月28日、2023年の合計特殊出生率暫定値が 0.72 だと発表しました。世界最低水準だった2022年の 0.78 から 0.06 に低下し、少子化が急激に加速していることを表しました。少子化による人口減少を受けて、韓国の内外で、韓国はもう終わったなどと言われますが、実際はどうなのでしょうか。また、韓国の人口減少は、日本にどういった影響を与えるのでしょうか。今回はそのあたりを深掘りしていきます。また、チャンネルの特性上、韓国というとヒョンデがやばい、消えるということもありますが、ヒョンデのやばさも紹介しつつ、国そのものが消滅すればヒョンデどころではないということもしっかり紹介していきます。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系、特に戦車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。韓国の2023年の出生数は、前年比 7.7% 減の23万人で、比較可能な統計がある1970年以降では最も低い数字となりました。5年前と比べて3割減、10年前と比べて約半分という驚異的な加速度的減少となっているんです。約10年で人口が半分になっていた現実、皆さんは知ってましたか？この数字やばすぎです。韓国統計庁は昨年12月に、国内の総人口が2022年の5167万人から、半世紀後の2072年には、約 30% 減の3622万人になるという推計、中位推計を発表しています。ただ、標準シナリオである中位推計は、合計特殊出生率が、現在の 0.72 から2025年に 0.65 まで下がった後、2036年以降は 1.0 台に回復するという楽観的な仮定に基づいているんです。出生率が 0.7 から 0.8 台にとどまる定位推計では、総人口が3017万人と2000万人以上減少する見込みとなっており、過去も定位推計と同程度か、それより低く実績が推移してきたこと。少子化対策が全く効果を上げていないこと、首都ソウルでは 0.55 になっていることなどを踏まえると、中位推計は、ただのバラ色の未来にしか過ぎず、定位推計かそれ以下で、半世紀後には総人口が半減するというあたりが、現実的なところなんでしょう。人口減少は、韓国の経済、社会を大きく揺るがします。韓国はすでに、人口ボーナス、人口増加が経済成長にプラスに働く状態から、人口ボーナス、人口減少が経済成長にマイナスに働く状態に転換しており、労働力不足と需要不足で今以上に経済成長率がマイナスに転じます。また韓国では、少子化とともに高齢化が進んでいるんです。韓国の2022年の高齢化率は 17.5% で、日本の 29.1% より低水準ですが、
2045年には日本を抜いて世界1位になる見通しなんです。医療、年金など社会保障の負担が国民に重くのしかかることが高い確率で予測ができ、そして何よりも国民が激減すればそもそも国家を維持できなくなってしまうんです。多くの研究機関が韓国を人口減少で地球から消滅する最初の国と予想しています。詳しくは2100年代、日本は韓国より早く国家機能を失う危機を参照してください。そして異次元の少子化の加速で、その可能性がさらに高まっているんです。韓国では、1960年代後半からベビーブームが起こり、1970年から1971年の出生数は年間100万人を超えていました。合計特殊出生率は1971年に 4.54 と高水準で、人口置換水準 2.06 程度を下回ったのは1983年以降です。少子化はごく最近の現象なんです。1980年代前半に生まれた世代は現在40歳前後、その世代があと25年から30年働くとすれば、2050年くらいまでは労働力不足がさほど深刻化しないという推測が成り立ちます。もちろんこれは国全体の話で、業種や地域によっては労働力不足が起こります。しかし、人口減少の影響を受けるのはサービス業、小売業といった労働集約型の業種であることには注意が必要なんです。韓国は、1997年のアジア経済危機で、IMF の管理下に置かれるという屈辱を味わいました。これをきっかけに、科学技術立国を目指して、国家を挙げて大胆な改革を進めてきたんですが、韓国には自然科学分野でノーベル賞受賞者がまだいないことから、韓国のことを科学が未発達な後進国などと世界から常に下に見られているんです。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方はグッドボタンを忘れずに。あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。もちろん人口が激減したら国家機能を維持できなくなるので、2050年から先は韓国の脅威はかなり減災されるのは間違いがなさそうなんです。したがって、遠い将来、韓国は終わる可能性が高いというのが、正確な表現だと言えるんです。日本も韓国ほどではありませんが、人口減少が再び加速しています。厚生労働省は2月27日、2023年の出生数速報値が、前年比 5.1% 減の75万8631人だったと発表しており、8年連続で減少し、過去最少だったんです。国立社会保障人口問題研究所によると、2050年に総人口は1億400万人余りになるとされており、すでに労働力不足で事業運営に支障が出るケースが増えており、多くの企業で対策が急務になっていると言っても過言ではありません。ちなみに韓国の低い合計特殊出生率がこのまま継続もしくはそれ以上に落ち込むと、2100年頃には人口が2500万人くらいになると言われているんです。東京の人口が2024年時点で1300万人であり、2500万人口というと、今の北朝鮮くらいで、日本で言えば、東京都、神奈川、埼玉の1都に県を足した数よりも少なく、昔で言えば江戸時代頃の日本の人口とほぼ同じ規模感になってくるんです。ここまで来ると、経済発展も望めず、国家機能を維持することも容易ではなくなってくるんです。そしてついでに、日本の合計特殊出生率は今現在で 1.26 となっており、ソウルの 0.55 がいかにヤバいかがわかる数字になっています。基本的に合計特殊出生率 2.1 を維持できないと人口の維持はできません。つまり、日本も同じ道をたどることも避けられませんが、今回のソウルの 0.55 が、あまりに衝撃的な数字だったため、その人口減少というスピードも、日本の比にならない加速度的であるということなんです。また、それ以上の速さで消えそうなものも韓国には存在し、それがあのヒョンデなんです。本日のテーマは EV、特に韓国製 EV ヒョンデが、懲りずに2度目の、日本に再上陸するも、その現実はかなり厳しい。BYD に続き、尻尾を巻いて即撤退か、について深掘りしていきます。まずはじめに、今中国で頻繁に起きている EV の炎上火災の映像を紹介していきます。EV をもし乗るという判断をするなら、少なくとも最新式の消火器を2本は車内に置いておくことをお勧めします。これらの映像は今中国ネット上で拡散している市民によって投稿された映像です。
日常的に頻繁に炎上、爆発を繰り返している EV はまさにいつ発火を起こすかわからない、次元爆弾と言っても過言ではありません。中国メディアによるデータによれば、このような EV による炎上発火事故は1日に10から20ほど各地で起きていると言われており、そのほとんどが自然発火が原因とされています。中国のデータは全く信用はできませんが、少なくとも数字をもって多く言うことはないと思うので、それ以上の件数が発生している可能性は高いとも言えます。そんな EV ですが、日本ではほとんど取り上げられていない。韓国ヒュンでは今、どうなっているのか見ていきます。ヒョンデは韓国最大手の自動車メーカーであり、そのヒョンデが2022年2月に日本市場へ参入を発表し再上陸しています。これは2010年に撤退して以来となる再上陸で、しかしこの再上陸も現実はかなり厳しいものとなっています。2022年5月からヒョンデは、電気自動車のアイオニック5と、燃料電池車のネッソの受注が開始され7月に納車を開始しました。アイオニック5の価格は、ベーシックなグレードで479万円。ベーシックなグレードよりも大きな電池を搭載しているモデルは、519万円となっており、ネッソは約776万となっています。今回再上陸にあたってヒョンデは前回の失敗から学んだのか?様々な対応を見せています。まずは販売方法。今回の顧客ターゲットは、K-POP や韓国ブームに馴染みがある若い世代をターゲットにしており、従来のディーラーによる販売ではなく、オンラインサービス一律の価格販売としています。また顧客のアフターサービスへの懸念や、実際に車に触れないまま購入することによる、不安を解消するためにカスタマーセンターを2022年7月に横浜に開設しています。大手企業なんで、しっかりマーケティングをしているはずなんですが、今の日本において、若者をターゲットとしている時点で、ヒョンデのヤバさが伺えます。今の日本は超高齢化社会なんです。今の日本の若者の中でガソリン車よりも高い EV を買う若者が一体どの程度いるのか?想像しなくとも答えはすぐにわかりそうなものです。ネッソ、776万円は無理です。また、アイオニック5に関しては3年間の点検費用の基本料金と、バッテリー冷却液の交換を無償にするなど、手厚いサービスを行うとされています。このように海外の自動車という不安を払拭するための、サービスをヒョンデは展開しています。それでは実際の販売台数はどうなっているんでしょうか ?2022 年の年間販売台数は、518台で、2023年1月から8月までの累計販売台数は224台となっています。特に2023年8月の販売台数はわずか20台でした。アイオニック5はデザインや走行性の事前評価が高く、日本市場からも期待されていましたが、日本は他の主要国に比べて道路事情や充電スタンドの不足などから、電気自動車の普及が低迷していること。また、軽自動車が主流であることなどの理由により、期待されていたほどの売り上げにはつながっていません。ヒョンデの日本での目標販売台数は公表されていませんが、この年間数百台という販売台数が軒並み低迷したことは明確です。このままではヒョンデは再び日本市場からの撤退を余儀なくされる可能性が非常に高いんです。世界では第3位の自動車メーカー、ヒョンデは、世界190カ国以上で販売されている世界規模の自動車メーカーです。2022年には全世界で394万台を販売しています。さらに傘下のキアを合わせたヒョンデグループとしての販売台数は684万台となっており、トヨタの1050万台、フォルクスワーゲンの830万台に次いで、グループ会社合計世界販売台数は3位となります。4位がルノー日産三菱の615万台ということを考えると、いかにヒョンデが世界で拡大しているかが伺えます。そもそもこのヒョンデは、朝鮮戦争から復興が進んできた1967年に設立されました。当時はヒュンダイという呼称でしたが、2020年から本来の発音に近いヒョンデに呼称を変更しています。設立当初はアメリカのフォードから技術共有を受け、ロックダウン生産を行っていましたが、トラブルが相次ぎ提携は解消となり、そして最終的に、三菱自動車から技術供与を受けて、初の韓国生産の自動車となるポニーが誕生しました。
ポニーは韓国における初の国産車ということもあり、販売直後は国内自動車の半分近くのシェアを獲得していました。そしてヒョンデは国内販売だけではなく安価である強みを生かし、輸出にも力を入れ、一時期カナダではポニーがベストセラーになったほど順調な売れ行きを見せていました。1990年代に入り、それまでの安価な値段に見合った品質というイメージを一新し、品質改善に努めます。また1980年発売のソナタからヒョンデは独自技術を駆使し、1991年には独自開発のエンジンやトランスミッションを開発しています。その結果、1990年に累計生産400万台を突破し、2000年代にはアウディや BMW といったヨーロッパの有名自動車メーカーからチーフデザイナーを呼ぶなどして、ヒョンデ自動車グループ全体でデザインにも力を入れました。結果、洗練されたデザインのヒョンデの自動車は欧州でも受け入れられ、グローバルに通用する自動車会社として名を馳せるようになってきました。ヒョンデはまだ故障がヒュンダイであった2001年に日本市場に参入したこともありますが、日本の自動車市場の国産車の層は厚く、販売不振のため2010年に撤退したいきさつもあります。そして2020年に世界での故障をヒュンダイからヒョンデに変更したことに合わせ、2022年日本でも発音と表記をヒョンデに統一します。さらに同年2月にヒョンデの名で日本の自動車市場再参入が発表されたことで業界内で話題ともなりました。世界で拡大を続けてきたヒョンデが再上陸、再参入することで少なからず日本でもシェアを獲得してくるのではないかと見られていたんですが、では一体なぜヒョンデは日本への再上陸も果たした今失敗に終わりそうになっているのでしょうか。2001年にヒョンデが日本市場に参入した際は、CM に有名タレントを起用したりして知名度を上げる作戦をとっていましたが、結果として日本市場参入は失敗に終わります。失敗の原因として副社長は日本に合わないラインアップを展開していたと語っていますが、実際日本ではもともと輸入車のシェアが低く、新規参入が難しいとされているからです。この理由は日本車の質が非常に高く参入障壁となっているからです。そんな中でも市場で生き残る輸入車は BMW やメルセデスベンツといった欧州の知名度が高い高級車路線のメーカーが多くなっています。まだまだ知名度が低い上、信頼性の面でもあまり評判の良いイメージがないヒョンデは、それらの輸入車とはニーズが違うこともあり、シェアを獲得することができなかったようです。また彼らの自動車が国産車を超えるクオリティではないにもかかわらず、価格帯が変わらなかったこと、そして何より日韓関係の悪化が大きく、また拠点が少なく、アフターサービスなどのサポート面に不安が残ることなどから、わざわざ国産車ではなくヒョンデを選ぶ人はいなかった、当然の結果とも言えます。その結果、2010年の撤退までに日本国内で販売されたヒョンデの自動車台数はわずか約1万5000台ほどでした。だから街でヒョンデを見かけないんです。これでは採算が全く合うわけもなく、撤退を余儀なくされたんです。このような散々な状況にあったにもかかわらず、なぜ再上陸を果たしたんでしょうか。当然何かしらの賞賛があったはずです。それにもかかわらず、なぜ結局再上陸後もまた再撤退もあり得る厳しい状況になっているのでしょうか。今回の日本再参入でヒョンデの販売台数が伸び悩んでいる理由はいくつか挙げられます。まずヒョンデは従来の販売方式とは異なり、ディーラーを置かずワンプライスでのオンライン販売のみを行っています。もちろんカスタマーセンターで修理などのアフターサービスや市場相談は可能なんですが、未だ日本ではこのオンラインのみという体制が受け入れられていないのも現実。また今回の日本参入の車種はガソリン車ではなく電気自動車と燃料電池車という、日本ではあまり普及していないものになっているのも大きな要因です。なんせ日本では充電インフラなどの環境が追いついていないことや、中古車として売りに出した時に高い値段がつかないことなどのデメリットから、購入に踏み切るのは難しいと考える人も多いんです。EV のリセールバリューの低さについては詳しくこちらの動画でも紹介もしましたが、数年で価値がなくなる、そんなことは普段スマホを使っている現代人なら誰でも知っていますからね。3年落ちのスマホなんて誰も買いません。日本ではトヨタをはじめとしたレクサスのような手厚いアフターサービスがなければ、
今の日本ではオンラインのみのブランドにはまだまだ大きな抵抗があるのも事実。また、オンラインのみなら価格を下げられると感じている方も多いんじゃないでしょうか。未だに携帯ショップが各地に点在している現状を見れば、すぐにわかるようなものです。ヒョンデは日本市場を見誤ったとしか言えません。この誤算は、近い将来、また韓国へと尻尾を巻いて変える結果となることは避けられそうにありません。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に一杯のスタバの、シェ・ケラート・フレットをおごってやろう、そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録、グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。